こんばんは、青部一華です。マジックニュースの時間です。今日のニュースはこちら。それぞれ紹介します。一つ目、チームサイゲームス市川祐希プロが MOCS 優勝。マジックオンラインで開催された MO の予選を勝ち抜いたたった8人しか参加できない優勝賞金が2万ドルの MOCS という大会で、チームサイゲームスの市川祐希プロが優勝しました。フォーマットはモダンホライゾン2のドラフト。試合の模様はマジック公式のツイッチにアーカイブがあるので、あの概要欄の方にリンクを貼っておきますので要チェックです。市川選手、優勝おめでとうございます。2つ目、日本選手権ウィークリーチャレンジ上位キリスト唯一の 6-0 は、先週あたりから存在感を強めていた白タンアグロ。全体的に遅い試合展開になりやすい今、刺さる相手が多い印象です。その他、5-1のデッキリストはジェスカイ変容、リゼットドラゴン、ティムールコーマ、スール対オリオン、グリクシスコントロールでした。グリクシスコントロールが上位にいるのは珍しい気がします。魂の粉砕が採用されているのも面白いですね。相手の一番強いクリーチャーを除去するだけでなく、コーマやキオーラ、会心を打ち倒すのトークンを対処できるので、見た目以上に環境にマッチしたカードだと思います。それでは青部みちかでした。またねー。